蔡英文総統は国軍三軍六校の合同卒業式に出席し、卒業証書を授与するとともに祝辞を述べました。どんな状況でも勇敢に立ち向かってもらいたく、私も皆さんと共に国家主権を守るために頑張る。またエスワティニからの留学生は台湾での4年間に学んだことを持ち帰り、国家に貢献したいと述べました。保護我国家，保护我国王。私の国家、国王、家族を守りたいんだ。また両国の友好関係がより強固になるよう願っている。アメリカ空軍士官学校に留学したことがある台湾の卒業生は、海外で学んだ知識を国軍に貢献したい、将来の目標も明確だと話しています。米国で学んだことを国軍に貢献したく、 F-16 戦闘機を操縦するのが夢だ。優秀な卒業生らは国軍の新しい力になるでしょう。